おはようございます。6月12日の朝7時、今日は日曜日なんですけども、 FX のことについて速稼塾の久保、私がお送りしたいと思います。この1週間、まあ2週間ぐらいですけども、 FX オリガルヒのカリキュラムそのものをずっと一般公開してきました。でも一部はね、限定公開で速稼塾の塾生さんにということでしたけどもね。で、今後はFX の相場解説は速稼塾のコンテンツの中には本当に元通りね、朝の1回とかまとめの2回目ぐらいまでになると思います。で、ほとんどのエネルギーを FX オリガルヒの方に集中しますので、こちらの方ではね、一人でも多くの方に一日も早くテクニカルを身につけていただいて、思ったような暮らしを手に入れていただくために、私これからね、心血注いでいこうかと思います。本当にご参加いただいた方、ありがとうございます。そしてですね、これから FX を自分で何とか勉強していきたいと思う方、結構不利だと思いますけども、でもね、あえて今回は、お伝えさせていただきます。一人で学ぶことがどれだけ難しいかっていうのは、やっぱり指導を受けながらでもね、なかなか成果を出すのには、根性がいったり時間がかかったりするところを考えていただければ、本当に途方もない道だと思うんですよ。でも、もしそちらを決断するということであれば、まあ少しでもね、私の相場解説の公開が役に立てばと思いますけども、まあ思い立ったらまたね、ご相談いただければと思います。FX オリガルヒは一応ね、今の人数で最高年齢71歳の方が参加してスタートします。で、一人ずつ身につけていただきたいと思いますし、それから中にはね、もうこの6月の11日までに50万円の利益が出ました。中にはね、200万円近く出ましたって方もいらっしゃるぐらい、私の相場解説結構ね、的を射てると思うんですよ。あとは私の相場解説がなくても稼げるように自分の力をつけていけるかどうかってことになると思います。で、そこなんですよね、肝心なのは。私が一日も早く私の相場解説がいらなくなるように自分の体を育てていきたいと、いただきたいと思いますし、私もそうなれるようにね、一人でも多くの方が独立できるように、私がいなくてもね、もう FX のことは心配ないように、そのぐらいテクニカルを身につけていただきたいと思うんですよね。それではね、これからこの形ではおそらく最後になります。最後の相場解説をさせていただきます。今後のことです。それではこちらをどうぞ。前置きが長くなっちゃってすいません。1時間足、6月12日のストップしたこの形ですね。前回私はここに、ちょっと消えちゃいましたけども、ここに、ラインを引いて、ここを元にね、上昇していくものが N を描いて、さらに上に行くんじゃないかなってことをお話ししていきました。しかし N は書かずに、ここで反転したんですよね。反転したんで、もちろんこの線を引くことになったんですけども、じゃあ次ですよ。次。この力点で反転したということは、トリプルトップってのが考えられるんじゃないかなと。トリプルトップってのは基本的には下に向かうんですよね。下に向かうんですけども、でも私は、トリプルトップをぶち抜いて上昇に行くんではないかなってことを6月の11日までの最後のトライにしてみたんですよね。ところがずーっと待っていて、大量ロットをここで仕込もうかと思ったんですけども、残念ながらこのラインを超えることはなくて、セオリー通り跳ね返っちゃったよってことで相場解説は全部終わったと思います。それからしばらくすると見てください。またですね、ラインの方に向かって上昇してきますよね。ですんでね、これ週が明けたら今度こそぶち抜いて上に行くっていうふうに考えるわけではありませんね。さすがにね、この動きっていうのは1回よりも2回、2回よりも3回の方がこのラインっていうのはぶち破りやすくなっていくんですよ。だからレンジなんですよ。だからレンジなんですよね。わかります？これを繰り返していって、今レンジの形ができたでしょ。だからレンジがアウトブレイクするのを狙うのは合理的だよねってことなんですよ。今までもそういう風にやってきましたからね。もちろん下に抜ける可能性もありますけども、他の時間軸が右肩上がりである以上、そして
円高になる要素が全くない以上、これは上に抜けるっていうふうに踏むのが妥当です。で、私は一発目の N で抜けるっていうふうに思ったのと、さすがに二発目、つまりトリプルトップで抜けるだろうと思っていたんですけども、これは四つ目とかね、五つ目で抜けるっていうふうに考えてもいいんですよ。つまりはこの上の壁っていうのは、ラインっていうのは、当たれば当たるほど脆くなって突き破りやすくなってくるっていうセオリーがまた見えてくるんですよね。つまりはテクニカルトレードのセオリー通りに私は解説をしていたに過ぎないんですよ。その中でダブルトップ、トリプルトップっていうのは基本的には下に行くんですよ。下に行くんだけども少ない確率で上に抜けるっていう理屈もあるんですよ。で、今回は十分利益確定を週の前半でしたんで、あとはね、休憩という形で余裕の時間を持って、しかも抜けたのを確認して大きなエントリーをするよっていうふうに言ってきたんですけども、抜けなかったんでロスは全く出てないんですよ。ですんで、リスクがあるとしたらね、私の相場解説を聞いてしめしめだったらこの辺でバイで仕込もうかなと思っちゃった方はリスクが高まっちゃうんですよ。もちろんうまいこと抜けたらね、そのリスクが全て利益に変わりますんで、私以上にもしかしたらピップスは稼げてたかもしれません。でも、あくまでも初心者の方とか、まだね、実績を十分取ってない方は、セオリーに忠実に言ってくださいね。私も、この休憩というところでしかこういうチャレンジはしませんから。それをお伝えして、まあ一応ね、この形での最後の相場解説にしようと思います。それでは今後はですね、今後は FX のオリガルヒの方で、しっかりと身につけてください。今回みたいな休憩でちょっと、余裕こいて遊ぶみたいなこともたまに入れていこうと思います。そういった形で私はね、利益を確保したら、あとは余力でこういう風なね、さらなる、挑戦をして、その挑戦は全部ね、ボーナスシーンですよね。なので今回ね、3ロットとかでぶち込もうと思ったんですけども、これうまくいったらやっぱりね、余計に3、40万、50万ぐらいの利益が出ていたと思うんですよ。ところがなくて元々なんですよね。やっぱりセオリー通り週末は終わりましたね。それが一番です。私はもうすでに初心者、中級者の域を出てますんで、こういった遊びにも手を出しますけども、まだね、勉強中の方はあまり参考にされないでください。繰り返しこの辺はね、まとめさせていただきます。それでは、明日から6月13日からの相場解説。基本的にはですね、円安一方向です。その他の細かい解説は、またテクニカルに従って月曜日からしていきますので、よろしくお願いします。それでは。